3歳の子供がある日突然姿を消してしまった。ママ你还我吧，你你还我吧。什么事？妈妈。三年後、最愛の子供は産みの親を忘れていました。妈，妈，妈，妈！爸来了，爸来了。我什么时候来学家伙？让我男丁没办法拒绝深圳跟碧丽女的身。你丈夫杨明富涉嫌拐卖儿童。你肯定搞错了，老二。你哪次是白家龙昨天？なぜ愛する子供と一緒にいることができないのか。你跟田鹏的抚养关系是不合法的，明白吗？说想回家。爸爸，杰哥，别打死老婆！爸爸，我厉害了。被害者と加害者を超えて鮮烈に描かれる親が子を思う至上の愛。この愛はどこへたどり着くのだろうか。最愛の子。